選挙運動をしていた、手振りをしたりビラを配ったり、そういうことを活動していた人、あるいは個別訪問をして投票依頼をしている人、そういう人たちに、報酬を払うということは、これは公職選挙法に抵触するんじゃないかと思うんですけど、まずちょっとその2点について、これ一般論の結構ですので、規定を教えてください。はい、選挙課長でございます。お答えいたします。ルールといたしましては一般論でございます。でルールでございますけれども、基本的に選挙運動員というのはボランティアであるというのが前提でございますので、そちらに対して報酬を払うということは基本的には想定をされていないという中で、一定のものについては実情に鑑みてですね、で報酬を一定の額で払うことができるというふうに法律上定められているということで、そのうちの一つが車上等運動員と言われているものということでございます。それでまず金額を言ってくださいですから、はい、で1万5000円が出るんですよね、はい、で1人1日につき1万5000円というふうになります。はい、それが超えた場合は公職選挙違反ですね。買収に関してはね、ですね、買収の推定が働くというふうに言われています。推定が働く、はい、じゃあもう1点の方ですけれども、選挙期間中に、投票依頼をしたり、一緒に手振りをしたり、ビラをまいたり、そういう行動をした人たちに報酬を払うということは、これは公職選挙法上買収に、なり得ますね。今申し上げたように、一般の選挙運動員の方々については、先ほど申し上げたその車上等運動員もありますし、あと手話通訳の方とか要約筆記の方とか、または事務員の方、こういったことについては禁じられてますが、あとその他に機械的な作業をする労務者であれば報酬を払うことはできます。機械的な労務者の話をしているんではなくて、それはあれですね、ポスター貼ったりとか事務を事務所でする人ですよね。そうじゃなくて、外で選挙運動を手伝っている人たちです。今申し上げたように選挙運動員ということになれば、そういうことになります。ちょっと関連して確認なんですけど、この報道の、ね、記事によれば、この河井選挙というのは安倍事務所丸がかえで筆頭秘書さん4人少なくとも入ってと、で今の話だとまさにその河井さんもとより安倍事務所からも筆頭秘書さんがね、ちょっと私も一応聞いたらこの方みたいですね、名刺灰川さん筆頭秘書と名乗ってどんどん行ったら、もう相手も安倍さんの秘書が来たんだったらお会いしましょうとかで会うと、でその4人の方少なくとも入ってて、その丸がかえ選挙の中でひょっとしたらその事実認定の中でまさにこの運動員買収含めて何か関わりがあれば、この関わってた秘書さんたちも含めて処罰対象になりうると、一般論としてよろしいんですかね。申し訳ございませんが、今相当に仮定を置かれておられますので、一般論としてもちょっとお答えを差し控えさせていただきます。丸がかえ選挙っていうことは、実態もお金も人も含めて関わっている可能性はそのゼロじゃないわけですから、一般論として運動に関わってた方々全てが処分対象になりうるということで、それはよろしいんですかね。いずれにしても事実認定の問題だということでございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。これちょっとあえて連座制の資料って今日配ってるんですかね。この連座制の資料、これその選挙を取り仕切ってた人がその有罪になった場合、その候補者っていうのはどういう場合が連座制で当選無効になるということになりますか。今連座制についてご説明申し上げますと、そちらにあります通り、総括主催者、追悼責任者、地域主催者、それから親族、秘書、組織的選挙の管理者ということで、連座の対象というのはこれは極めて例外的なものでございますので、これらに限定をされているということでございます。今おっしゃったのはおそらく、総括主催者という、要は取り仕切ってたらどれに当たるのかということでございますが、これについてはやはりどういう
まあ、レベルにもよるでしょうし、それは当てはめの問題ということはあるわけですが、まあ、あの中心的な存在かどうかとかですね、いろんなことが判断をされて、このどれに当てはまるかということが、まあ、判断をされていくということだと思います。ここにありますように親族ってありますよね。これをしたら夫婦でやったら夫婦 の配偶者というかが、もしこういう選挙犯を犯したら、連罪になるということですか。あの親族につきましては、あのここにちょっと右側に対象となる事由で、あの禁錮以上のということでちょっと絞られているということもありますが、これ以上にあの、まあ、候補者等とですね、意思を通じてというのがあの要件としては付加されてまいります。これ連罪、もともと連座性というものを置いた趣旨は何ですか。はい、あの基本的にはもう腐敗防止ということだというふうに聞いております。で、選挙運動には上限が決められていますよね。使える、それはなぜですか。これはあの金のかからない選挙ということでございます。そうですね、お金でもってその得票が決まってはならない。